始まりましたパチの奇跡。皆さんこんにちは、初代ヨカミミヤエコです。さあ、今回は滋賀県にありますパチパチ様にお邪魔させていただいております。さあ、このパチの奇跡パチパチ様ではこれが3回目の収録となりまして、初代ヨカミミヤエコは2回目お邪魔させていただきました。さあ、このパチの奇跡、変わらず動画の趣旨としてはハチにあやかるだけで運気を上がるのかっていう、もうハチにあやかっていこうという番組となっておりまして、ミッションの方も、はい、本日ご用意させていただいてます。はい、で本日もこのミッション全クリ目指して頑張っていきたいと思うんですが、さあ今日ねどうなるか本当に抽選次第で、前回はまずねミッションもあるしってことで8のつく台をまずは狙っていったんですけど、前回抽選番号がね、よくなく、そうもう取れなかったんですよ8の台。前回結局一日中8のつく台は取れずやったので、今日はねちょっと中でポンポン行くためにもこっから頑張っていきたいなと思います。はい、ということで本日28日パチパチサマーでパチの奇跡の収録行っていくので、ぜひ最後までご覧ください。では実践の方行ってまいります。お願いします。21、みんなね8のつくだやっぱ狙ってる人多いと思うんで、うちはねミッションもあるしだから狙いに行きたいんですけど、ちょっと21やと厳しいかもしれないです。まあ、とりあえず、まあ、入ってまずは8、末尾8を探しには行くんですけど、見てみてからですね実践機材は。あ、いけた18、絶対無理やと思った。末尾8取れました。前回無理やったんですけど、もう速攻でこれにします。はい、そして今実践台確保しまして、今日はアナザーごとハーネスから実践スタートしていきたいと思います。で抽選が21番よって、正直末尾8諦めてました。もうみんなね、お客さんみんな狙ってはるんで、わー今日もこれあかんかと思ってたんですけど、なんと18番台ということで末尾8が取れたんですよ。いや、ほんまにこれは奇跡的で、まあ、八神彩子といえば、初代八神彩子といえばゴッドっていうねイメージ結構強いかと思うんですけど、ハーレスもねゴッドシリーズで、まあ、一応凱旋打つことが多いんですけど、まあまあでも18番台やし、ハーレスの方で今日はゴッド、最高が1日4回なんですけど、今日はね張り切って5回引く勢いで頑張っていきたいと思います。ということで今日はハーネスから実践頑張っていきます。でもハーネス打つのほんまに何年ぶりやろうレベルです。凱旋はね結構、まあ、結構でもないけど打つことあるんですけど、ハーレスがね本当に普段全く打たないぐらいなんで、おお、あは、そんな最初からうまくはいかないですね。でも末尾8取れたんがちょっとひとまず安心感。
159ゲーム、まあ、予定よりはちょっと遅かったけど、あったあった、とりあえずよかった、500までに渡らなと思ったから。大事なジャッジメント、おお、いきなりプラス50、誰や、あなたね、ワンちゃんプラス50ゲーム、まあ最初はこんなもんかな、上の背中終わっちゃいましたね、100ゲームで212枚、いや今のところは普通すぎる、やっぱね、今日は初代八神彩子やから、それに似合う何か引かないと耐えられへん。おお、見ました ?16 ゲーム、はいやー、これぞ初代八重子、じゃあ順番的に次はお姉ちゃんあたりがいいな、あー、またあなたか、ちょっと今回はさっきより頑張ってほしい、全く一緒でしたね、150ゲーム332枚、350ゲーム、すごいな、お隣さん、おう、Vバサビやなと思ってたら早い、80ゲーム、よっしゃー、3連続、さっきより10ゲームは頑張ってくれた、ヘルゾーン、まあ、でも青ラスト、プッシュ、おっしゃ、
っぱ初代八重子はゴッド強いで、いやすごい、ちょっと乗ってきた。おお姉ちゃんペルセポネ、クラス50、ゲーム。トータルが153。604枚。一撃888はちょっとまあでももうちょっと頑張ったら今いける。赤色、ヘルゾーン赤色、これは行きたい。おお、お願い。今日2回目のプッシュ。24ゲーム来ましたよ。まあこれ頑張ったら一撃888いけるかも。誰よ、今日で4回目か。多分今日50、50、60、70って来てて、ちょっとずつ頑張ってくれてる。いやでも69ゲームやろ、もうちょっと欲しい。769、一撃888枚。わー行きたいな。これはもう引き戻すしかないですね。
秒やで、ちょっといや、よくやった。このお時間も打たれてますということで、ちょっと行ってみましょう。あ、38番台これが変鏡、今も当たってらっしゃいますし、ドル箱も2箱ゲットされております。別積み中22番台が10を今出てますよ。ドル箱も5箱すごいですね。今一撃でも1000枚、あ、違う、3400枚、3500枚ですね。もう初代ヤエクが売っていたハーです。で18番台、いやでもいい、良かったですよ。はい、お隣の17番台のお客様、ちょっとドル箱待って、4段3、3、4、12、13箱、いやこれ今日のスロットコーナーダントツちゃいます。ドル箱13箱で今7000枚オーバーですし、残りゲーム数も400以上ある。これも完全閉店コースですね。今日隣で言ってたんですけど、もうほぼずっと当たってらっしゃいます。隣のコースも前回ね、あの打たせていただいたセイントセイヤがあるコーナーなんで、ちょっとお邪魔させていただきます。お、早速これはコードギアス78番台、今ちょうど当たってます。いやこの時間でもね、まだまだ当たってお遊戯お楽しみいただいております。隣もね、8の隣今ちょうど当たってますよ。エヴァンゲリオンで、そうや、セイントセイヤにも
8の宿題があって、あでも回数すごいついてる、27、さすが。で今ちょうど、ね、当たってらっしゃるドル箱が2箱、こちらがコードギアス、お今3箱目ですね、ドル箱で。前回そうめっちゃ出てた金太郎の88番台、やっぱね8の作らいなんでまだまだ打たれてますよ。今日ねちょっとお邪魔できてなかった A タイプコーナー、前回確かゴーゴージャグラーね打たせていた、あでもすごい出てる、ちょうど前回打ってたゴーゴージャグラーのこの107番台のお客様、いやすごい、ドル箱4箱も、いや今日6時オープンですよ夕方の、いや8のね両隣もやっぱいいっていう噂は本当ですね。お花火の118番台、花火 VS 人気ですね、やっぱこの辺り、もう閉店間近というのにまだまだもうギリギリまでね皆さんご勇気、おーそしてパルサー、パルサーもご覧の通り出していただいております。いや普通はねこの時間やったら結構ねスロットコーナーとかでもガラガラなはずなんですけど、全然ガラガラじゃない、やっぱ18時オープンということでまだまだこの盛り上がりようです。ちょっとねさっきまで打てたハーレスも時間があれば打ちたかったんですけどっていう感じなんで、時差オープンは特に注目です。はいということでねスロットコーナー、パーッと紹介させていただきました、注目の結果の方はエンディングへ。はい、ただいま実践の方も終了いたしましてエンディングです。お疲れ様でした。さあ今日は一日中ハーレスを歌わせていただいて、あの移動する間もなくね、はい、でまず結果の方から言いますと、投資が800枚で回収が1728枚ということで、トータルプラス928枚と、はい、なりましたので、前回から含んで連続連勝2連勝となりました。いやーまあね投資最初どうなるかと思ったんですけど、結局ねもうそこからは投資全くせず、もうメダルの方でずっと出続けたので、いやーその末尾8の台やっぱりいいんじゃないですか。で隣もね、いや隣がすごすぎたっていうのもあるんですけど、だって18時オープンで、まあ、10時回る頃には一撃7000枚オーバーですから、これはね時間あればほんまに万枚コースなんでいいなと思いつつ、隣でも末尾8台8の台らしく頑張らせていただきました。でミッションの方がこちらですね、ちょっとチェックマークつけれてないんですけど、8のつくらい一撃88枚、888枚で、8図柄ということで、前回と一緒4つ、ミッションは4つクリアとなりました。大取り回数8回行ったつもりでいたんですけど行ってなかったので、はい、8つ中4つのミッションがクリアとなりました。ちょっとね全クリア、ちょっとやっぱ難しい、まあ、時間もね足りないっていうのもあるんですけど、今回も惜しくも、はい、残念という結果になりました。はい、でもねもう今まだまだね閉店間近ですけど、スロットコーナー全然まだまだ皆さん打たれてるので、特にこのパチの奇跡収録させていただいてる28日とか18時オープンとか時は要チェックと、はい、なっております。ということで、パチパチサマでのパチの奇跡3回目の収録、初代八重子は、今回2回連続で連勝させていただきました。さあ、次回誰が来るのか、どのね八重子八神八重子が来るのかもお楽しみにしていただけたらなと思います。ではまた次回もこのパチの奇跡でお会いいたしましょう。バイバーイ。